ヘレン・フランケンサーラーは、アメリカ合衆国出身の画家。抽象表現主義の芸術家と言われる。性は、フランケンソーラーとも表記される。ヘレン・フランケンサーラー、トゥッティ・フルーティー1966ニューヨーク市、生まれ。父、アルフレッドは、ニューヨーク州行為裁判所判事。母、マーサはドイツからの移民だった。アシール・ゴーキー、バシリー・カンディンスキー。 ジャクソン・ポロックらの影響を受けながらも、抽象表現主義独自のスタイルを築いた。1960年代に始まるカラーフィールド、ペインティングカラー、フィールドペインティング、カラーフィールドの代表的画家の一人であり、下塗りをしていないキャンバスに薄く溶いた絵の具を染み込ませる、ステイニングの手法を発案したは、ステイニングによる最初の作例である。その手法は、 モーリス・ルイスをはじめとする多くの画家に影響を与え、様々な形で継承、発展されている。2011年12月27日、コネチカット州の自宅で死去。83歳ボーツ。A.B. ヘレン・フランケン・ソーラー。A.Defining Force in the Development of American Painting d i s at 83Worshing t n Post 2011年12月28日、閲覧。 ありがとうございます。